こんにちは、あるいはこんばんは、岩の院長です。はい、ということでね、もうね、見ていただいた方も多いかと思いますけども、肉食ものコラボと、ダスオクさんとのコラボですかね。はい、いやね、まあダスオクさんの急上昇で行きましたね。快挙だね、快挙、俺的快挙ですよ、まあ、肉食ものがあって、ダスオクさんがあってのなんでね、はい、まあ、僕はもうなんていうんですか、まあ、このぐらいしか役立ってませんけども、いやあれね、めちゃくちゃ良かったですね、めちゃくちゃ良かったです。何が良かったかって、まあ、ユアンドの技術がどんぐらいすごいのかっていうのをね、伝えることに成功したっていうことですね。はい、あれめちゃくちゃいいんですよ。で、あれ何やったらああなるんですかっていうことでなんですけど、まあ、うちでメニューで選ぼうと思うと、あの口の中のやつは口内ブーストって言うんですけど、まあ、1500円です。なんと1500円です。で、 YouTube にまあいつも概要欄に貼ってるんですけど、歯ブラシで自分でやれるようにやり方の解説してますので、まあ、それを見てやればただね。で、まあ、ここにかけてたのも、うちでもし注文してやろうと思った場合は、首のブーストっていう形になるんですけど、1500円です。安いね。あのぐらい変化出てもそんなもんです。だ2個やって、まあ、3000円ですよ。で、鼻は、まあ、鼻単品の施術ってうちでは受けることはないんですけど、まあ、高額矯正のスタンダードの中でやるんですけども実際に鼻をね狙ってやるって場合は、でもあの動画で見たこの動きのやつ、あれもうちの動画でいつもそれも概要欄に貼ってあるんで、鼻を高くするやつ、まあ、シャープになったと思うんですけど、あれもね動画見ればタダです。ただ、つまり3つともタダです。良心的、良心的で、タオルをかけてなんか施術してるのあったと思うんですけど、それはね、まあこれですね、これです。この本に書いてあるやり方だけしかやってないです。まあこれが1300円ですね。要は、まあ、Amazon とかで買えるかと思うんですけど、これにね、やり方全部載ってるんで、はい。で、まあね、最近、まあ、とある、まあ、芸能人といえばいいんですかね、まあ、YouTuber 出身ではない、まあね、まあ、ちょっととある人がですね、すげえ有名なね、小顔矯正のとこ行ってましたけど、比較写真載って確かに縮んでんだけど、老けちゃってたじゃん。老けちゃって。
ってたらね、高額セール意味ないでしょ、意味ないでしょ。せっかく綺麗になるとか、顔小さくするとか、まあ、印象良くするっていう意味でやってても老けちゃ台無しですよ。なのでね、まあ言うたらこう引っ張り上げて引き締めないと、顔が縮んでもこうやって垂れ下がってきちゃったら見た目悪くなっちゃうんですよね。そうしたらね、高額セール意味ないんですよ。でまあ高いお金を払えば効くと思ってる方はね、そういうのやればいいと思うんですけど、まあ、これだったら1300円、でこれ引っ張り上げるんで上向きに縮んでいきます。はい、まあこういうのをぜひ参考にしてもらえればということで、もうねもうリンクとか貼らないんで、小顔カービングウニ点々ですね、カービングで検索して、まあ買って持ってきた人はね、あれですよ、なんだっけ、やり方もし分かんなかったらスタッフが教えるんでっていう感じですね。でこう打足さんの顔がここら辺がこうたるんでしまっていたっていうのはですね、もう思いっきり猫背ですね。まあ、横から見るともう首がこう突き出してるような姿勢なんですよ、普段が。で歌う時もこの姿勢で歌うし、ゲームする時もこの姿勢でしょ。でこれが長すぎるんですよ。でそうすると頸椎の2番、上から2番目のあたりがですね、すごい歪むんですよ。はい、パッと触るともうなんかね、むち打ち起こした交通事故の後みたいな感じになっちゃうんですけど、そうするとこの首の上の方が歪むと、ここら辺の流れが悪くなってここに溜まっちゃうんですね。溜まってしまうんですよ。でそうするとですね、まあ打足さんはあの程度でピッとこうシュッとすぐなっちゃったんだけど同じような系統になりそうな芸能人といえば、僕の中でね、藤田ニコルさんですかね。藤田ニコルさんもこういう風に肉が溜まってくる系の顔になると思います。ここら辺の輪郭が基本的にシャープではないんですよシャープでない人はそういうのあります。でああいう人は本当口内ブーストだ。藤田ニコルさん、ぜひ口内ブーストやりたい、これ見て連絡ください。はい、そんな感じですね。で昔だったらね、もう今ちょっとお亡くなりになってしまいましたけども、野村幸代さんですね。まあブルドッグ顔って言われる太り方、ここにこう溜まってきてぐーっと垂れ下がってくるっていう、はい、ああいうのはね、早いうちにやっておかないと、どん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 重さで筋肉って伸びちゃうんで、溜めとかないようにすれば即解決、超簡単ね。そんなもんですよ。だからまあちなみに普通の小顔矯正のスタンダードをかけてもイワンドは5500円で、こうやっぱ若返ったように見せるっていうのは、こう30代40代からってなると結構大事なことだと思うんですけど、例えば丸顔の人だ、ゲロ君はもともと丸いんですよ。なので最初こう締めたんですよ、こうなるように締めてって、で次に縦を短くしたんですよね。でまあ小顔矯正 GO ってメニューは、まあ、2万3000円打ちしますけど、まあ、本人の顔の状態と、まあ、当人と相談しながらやっていきますけど、ああいうふうにこう縦の尺が詰まると若返って見える、でピンと後ろにこう貼るような施術ができるので、まあ、アンチエイジング的な意味でもやってもいいかなっていう感じですね。はい、でこれ今ちょっと開発中で、ちょっと結果を見ていく状態なんですけど、高額矯正 GO の中に、まあ、30代半ば以降の人に向けて、もっとここら辺をねピンと張らせる技、ちょっとねこの前患者さんの協力を得てですね、やったらですね、まあ、めちゃめちゃ効果があったんで、それをちょっともうちょっと研究し直して、まあ、来年さらによりアンチエイジング向けですね、まあ耳周りのここら辺の骨をちょっと狙うんですけどが、登場するかと思います。まあそれはね、ちょっとその技の中で勝手にやっていく感じになるんで、まあ動画にして発表するかどうかちょっと分かんない。見た目がすごいガサッと落ちるわけじゃないんで、ただねちょっとこう耳がさ、こう開き目の人がちょっとこう後ろに寝るかなっていうところはあるんですけどね。まあそんな感じですね。なのでであれが1回やったらどのぐらい持つのかって話になるわけですよね。で言うたらこう指圧とかではないのでストレッチなんですよ。指突っ込んでるっていうのは、僕の中の概念では筋肉を引っ張って、で固まってるのがほぐれて中の流れが良くなって引き締まっていくっていうのをやってるんで、ストレッチなんで毎日別に自分でその歯ブラシでツンツンってやる程度で済むんで、まあそんなんでもいいし、こう頭蓋骨の矯正とかだと基本的には頭蓋骨狙うと、まあ、戻らないですね。
はい、ただそのむくみっていうのは自分主体なんで、それこそこうずっとこういう姿勢を保っちゃってるとやっぱこう溜まってきます必ず、はい、むくみを飛ばして小顔矯正っていうのはちょっとまあ単語としての使い方としてちょっとレベルが低いんですけど、まあ、あの自分でそのストレッチかけてセルフケアもできますよっていうレベルのことをやっただけなんで、はい、まあ、皆さんですね、あの概要欄からね飛んでいただいて参考にしてもらえればなと、まあ、見たでしょ、だってあれ結構俺もねやってね、わすごって思ったんで、もうゲルがくんじゃここないよって言ってたけど、まあ、そんな感じの施術が、まあ、言ったら自分でもある程度できるんですね。でもしわからない人は、やっても効果がない人とか、人が強くやりすぎちゃうほんとダメだからね、あれ強くやりすぎたらあの意味ないんで、やってもわからない人は1回、まあ、1500円しかしないですから、まあ、ここら辺なんで、はい、自分でやってわかんない人はうちでちょっと注文してやってみれば、まあ、コツがつかめるかなと、まあ、最悪歯ブラシ持ってきてもらって、その歯ブラシでやってみて、やってもらってですね、スタッフにで強さとかこの程度の痛みまでみたいなところの線引きを学んでもらえれば結構簡単かと思いますということです。いやね、たくさん見てもらってすごい気分良かったですねなんかまあなかなかひどい企画でしたけどね、あれもガチですから、あれガチですから、本当なかなか本当脱足さんって肝据わってます。力だけは絶対に入れるなっていうので、本当に力入れなかったんで、普通怖いですから、言うたらね、もう元々やってる人にドッキリで連れてきてボキボキするんじゃなくて、いや初対面だからね、あれ初対面であのボキボキさせられるっていうのはまあちょっとね、あれですよ、まあ、よく言ってますけど、脱力の隙をどんだけ見抜けるかっていうのの結果になるんですね、はい、それができるとああいうことができるということなんでした。はい、ということで、まあ、もしね、まあ、来てる患者さんでね、あれどうやるんですかと思う方はスタッフに直接聞いてもらえれば、はい、という思います。で概要欄からね、その高額矯正のこうバーッとこう見ていくとありますんで、こう三部作的にこうなってのあるんで、それぜひ見てみてくださいということです、まあ、それでね、まあ、何だったらねこれ探してやってもらえればいいかなと、はい、これね2012年だからね、もうね多分ね吸ってないと思いますけどね、まあ、そんな感じでしたということです。ご視聴ありがとうございました。